冬休みでにぎわう港区の水族館では、飼育部屋の大掃除が行われ、人気者のアシカも協力しました。港区の水族館では、大きなプールでイルカのショーが開かれ、大勢の家族連れが訪れてにぎわいを見せています。こうした中、客が目にすることがないアシカの飼育部屋では年末の大掃除が行われ、人気者のサラサもホースで水をまいて、職員たちと一緒に大掃除に励みました。もうやっぱり1年の汚れをサラサちゃんが落としたいのか、すごく活躍してくれました。助かりました。こちらの水族館は、来年夏のリニューアルオープンに向けて、年明けの1月4日の営業で一時休館することにしていて、4日には休館前の最後の催しを行うことにしています。